な何でしょうか、えー宿題め こんばんは。こんばんは。はい。はい。もう大丈夫と思います。はい。わかりました。じゃあ、ちょっと始めましょうか。ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と。勉強します。ピコピコって音がします、ね。<laughs> ああ、じゃあ、消し、ああ、じゃあ、今から消します。大丈夫です。大丈夫。共有できてますかね 大丈夫ですかてますすみません福先生、この音がなかったら私は角線が入りたいって。あ、大丈夫です。すみません。はい。じゃあそれでは始めます。みなさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばん,はこんばみなさん、1週間ぶり、2週間ぶりかな。えっ、ー、と、目指せ。 N5 合格、えー、JLPT 入門コース第4回ですね。今日は文法について、えー、お話しします。えー、前回 PDF で、えーまあ、宿題といいますか資料を、ね、お送りしております。あのまあ、解いてくれた人たちもたくさんいると思いますが、えー、と一緒にね、えー、また今日も楽しく勉強していきましょう。はいえー、と今日は えー、いいですかね、ま、今のところいいかなはい、今日は文法ですね。10月22日、もう第4回目になりました。もう4回になるんですね。はい、あ、今日も30名近く、あ、すごい、30名以上来てくれてます。ありがとうございます。夜、日曜日、ご飯食べましたか皆さん。<laughs> ご飯まだかなお腹空いてる方もいると思いますが、えー、もう少しね、えー、頑張ってくださいはい。 で、えっ、ー、と、まあ、毎回お話ししているので、簡単に、えー、お伝えしますが、エルサルバドル入門コースですね、JLPT の入門コースは、えー、JLPT の問題の解き方、勉強の仕方を紹介します。また、えー、合格した、えー、先生たちからのアドバイス、えー、Q&A も、えー、ありますので、ぜひぜひ何でもね、えー、聞いてください。リバー先生、お願いします。 amenazan este bienvenidos nuevamente al curso de de JLPT. ya este es el cuarto ya casi nos queda un mes minasan para el JLPT. y este eh, como siempre vamos a eh, presentar formas de estudio formas de cómo resolver las las, las preguntas este luego vamos al finalmente vamos a tener una conversación con profesores y estudiantes y este eh, segunda parte vamos a tener un poco de consejo verdad para los estudiantes que desean aprobar はい、はいありがとうございますし、えー、そしてまた、えー、と今日もね、えー、エルサルバドルの学生先生そして他のの、ね、国の学生も今日は来てくれてると思います。えー、皆さんでね、えーこあのーまあ、私だけかな日本は <laughs> 日本から1人ですが、えーね、あのもっともっとたくさんの、ね、人たちが参加してくれたらいいなと思ってますので、えー、よろしくお願いします。 いいですかね。はい。じゃあ、それではもう私の紹介も簡単にさせていただきます。福重、えー、和成と申します、えー。よろしくお願いします。はい。えっ、ー、と、また、えー、今日の予定ですけれども、今日は、えー、もう皆さんご存知の通り、文法です。ね、えー。まず答え合わせ、皆さんがぜひね、ブレイクアウトルームでそれぞれ、あのー、一緒に、えー、 これ何番と。これ何番ですかというふうに答え合わせをしてください。正しいかどうかは後で私が説明します。そして、えー、のーこ,ここがわからないよねとか、ここ難しいね。これどういう意味っていうのがあればチェックしてて、後で、あのー、チャットとか、またはマイクをつけて質問をしてほしいなと思います。リバス先生、お願いします。はい。ただ、ちょっと待ってください。 Recording in progress. Hey, es se ay, Hi. Hey, mira, -san. Eh, hoy nos toca estudiar este bumpo gramática. Como siempre vamos a tratar de resolverlo entre nosotros, este, la gramática y luego Fulvio sigue para dar la respuesta. Así que eh, vamos a hacer un buen momento, por ejemplo, si quieren preguntarle algo a, a sus compañeros o si, ay, ah, eso me costó, es un buen momento para, para expresarse y este, luego él le va a, a resolver, ¿verdad? Ay. はい、ありがとうございます。えー、じゃあ、それでは、えっ、ー、と、今、今ですね、レコーディング、えー、されているのでね、あ、でも皆さん全然、あのー、全く気にしないで <laughs>、リラックスして、えー、聞いてください。<laughs> はい。では、まず、文法って何ですかと、えー、言いますと、まあ、皆さんね、文法と聞くと、どうでしょうか難しいですかもう、漢字語ときて、次、文法ですね。どうでしょうか文法。 難しい。授業でもありますよね、文法の時間がね。どうですか皆さんは文法は好きですか嫌いですか難しいですか簡単ですか漢字が一番難しいどうでしょうか皆さん。チャットでぜひコメントください。あ、来た来た。楽しいです。おお、ジャスミンさん。すごい。<laughs> 楽しいの。あら、良かったですね、それは。はい。 えっと、そうですね。他の皆さんはどうかなあ、ウィリアム・バレンシアさん。ね。あ、カタカナで書いてくれてる。ありがとうございます。難しいです。ということですね。そうですね。やっぱり違いますよね。スペイン、皆さんはスペイン語かなスペイン語や英語とちょっと、あの、形が違いますから難しいですね。少し。他の皆さんはどうかないかがでしょうか <laughs> <laughs> はい、ぜひぜひね、ああ、難しいけど面白い。ナタン、あなたさん、はい、また参加してくださってますね。皆さん、いつも参加してくれてありがとうございます。難しいけど面白い。面白かったらいいですね。楽しいとか面白いっていう人はすごくいいと思いますが、もう難しくて、いやー、やりたくないっていう人も中にはいるかもしれません。ただ、JLPT の N5 の文法はね、 あのまあ、やり方を、えー、覚えていっぱい練習すればね、えー、難しくなくなるかもしれませんちょっと説明していきましょうねはい、えー、文法は、えー、123ねあのこの3つの、えー、問題がありますまず1つ目文法形式の判断ということで見ていってくださいね、えー、つまり、えーまあ、形式 えフォーマットにね、えー、合わせた正しい文法はどれですかということですが私はププサ食べます。ねププサ、えー、美味しいですよね。私は食べたことがありませんがさあ皆さんここに、えー、正しい今、まあ、ここ助詞になりますけど入れるお早い早いですね。とすぐに判断パッと分かればいいですよね。 つまり、一つ目は、この文章にあった、えー、文法はどれですかそれを選びます。その問題が一番ですね。一つ目になります。うん。で、もう一つが、二つ目が、えー、文の組み立てということです。文を組み立てていく。まあ、作っていくってことですね。あのーえー、これを見てくださいね。私、カッコ、カッコ、星、カッコとありますが、 この順番を変えて正しい、えー、文法の文章にしますよという、えー、問題になります。またありました。さっきと一緒です。はい。私は、えー、上に書いてありますね。私は、あ、私はってもう言っちゃった。<laughs> 私は、<laughs> って文章を作って星マークの言葉はね、どれですかという、えー 問題がこの2番の文の組み立てですね。パズルみたいにないイメージでしょうかね。パズルみたいにイメージしてもらえればいいかな。えー、はい。どうでしょうかね。まあ、ここの部分も、えー、私はププサを食べます。ですので、正解は、あもう皆さんこれ選んでくれたのかなをって書いてるけど。 そうですね。ここに入るのが、お一番の、ってあれ <laughs>、はい、スさい。<laughs> ありがとうございます。ああ、皆さん早い。ガビさんもありがとうございます。はい。皆さん早いですね。はい。という問題が二つ目です。はい。で、そして三つ目が、えー、文章の文法ということで、読解ではないんですけれども、ね、読解と同じように文章を読んで、 えっと、解いていくものなんですが、ちょっと待ってね、進まなくなっちゃったぞ。えー、ごめんなさいね。あ、ごめん、ごめん、ごめん。えっ、ー、と、さっきのところですね。えっ、ー、と、はいはい。私はプブサを食べます。ってことでね、O が正解です。そして文章の文法は、例えば、私はプブサ食べます。父は食べません。 えー、父はダイエットをしているからですというふうにね、まあ、文章を書きましたが、えー、文章がありますけど、この文章の中の文法はどれですかという、えー、問題になります。ね、私はププサを食べます。もうしつこいからいいね。ププサを食べます。何回ププサを食べますか <laughs> まあ皆さん毎日食べてるからいいね。はい、そして、 その次は何でしょうかと。ね。あれとここ一番最初に来てるから、何でしょうね。接続的な、副詞的な言葉が入るのかなね。でもとか、しかしとかが入りますよね。それがね、4つから選びますよってことです。えですから、文法の使い方、作り方が分かっていたら、ね。あの、この1番、2番、3番は、 えー、そこまで難しくないですから皆さんね、しっかりとね、使い方、作り方、ねえー、を、えー、勉強していってほしいなと思います。ここまでいいですかねリバス先生、ちょっとじゃあ、えーとはい、お願いしてもいいですかはい、はい、皆さん。え、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 ンえ、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  Entonces, la primera parte, Mina-san, es, es de, de como, analizar la partícula correspondiente. Eh, por ejemplo, en el ejemplo de la pupusa, la partícula es O, ¿verdad? Como ustedes dijeron. Entonces, la primera parte será de seleccionar la, la partícula. La siguiente sería construir la, la oración. Entonces, ¿cómo se. Ah! No, no sé cómo de, de construir eh. la oración. Por ejemplo, le van a aparecer una, una oración desordenada y ustedes van a con, escribir en JLPT únicamente que está en la estrellita. Ojo aquí minasan porque aquí a veces si los estudiantes se equivocan. Eh, ustedes van a recibir dos folletos: el folleto de preguntas y el folleto de respuestas. El folleto de respuestas no se puede manchar más que únicamente la respuesta. Por ejemplo, para los que hicieron la PAES tipo PAES, el folleto de preguntas ustedes lo pueden manchar todo lo que quieran. Entonces eh, hacer como él hizo eso les ayuda bastante. Vienen o a escribir arriba ir armando la oración, así es más fácil tenerlo y responder únicamente lo que es en la estrellita. Eh, la última parte le va a parecer como una mini lectura y se va a colocar qué es lo que debería de ir en esa lectura, ya sea un elemento gramatical, etc. Y aquí está el artículo 17. 40分間でこの文法と読解を、ね、解くことになりますが、まあ、できればねこ、えー、この文法の時間に早く、えー、解いて次の読解読む問題に移ってほしいと思います、まあ、文法は分からない文法も出てくると思います皆さんたくさん、ね、文法ありますので問題がその時はね、えーまあとでもお話ししますけど もうどんどん進んでいって、で最後の見直しの時にに、ね、チェックをもう一度するという方法もあります。まあ、ただ、ねあのー、ここの文法ででき,できれば点数を、ねえー、稼いでほしいなあと思ってますね。はい。じゃあちょっと今のもよろしいですかはい、はい、スペイン語で。 Entonces, este, en la, esa parte, mira, San, tratemos de tratar de avanzar lo más rápido que puedan, porque en esa parte es punto, gramática y lectura. Entonces, si ustedes se quitan todo el tiempo en la, en la gramática, no van a llegar para dejarle suficiente tiempo a la lectura. Entonces, eh, si ustedes no saben, eh, continúe, continúe, ¿verdad? Para darle suficiente tiempo a la lectura, o este, no van a, a lograrlo, ¿verdad? Este es algo, un consejo muy importante que le da el profesor Fugusí. Hay dos o dos. えーっとで、あのー、まあ、えー、っと、今から、えー、ちょっと、えー、皆さんにね、えー、このような形で、文法の、えー、PDF、えー、宿題がありましたよね。それを、ちょっと答えを、えー、説明、えー、お話したいと思いますが、その前に、ぜひね、ブレイクアウトルームで、えー、1番はどれですか何番ですという話を、皆さんでちょっとやってください。 であの今回、今日も私、日本人は実は一人だけじゃなくてね、もう一人来てくださっています。えー、辻元さん、ちょっと一言あのご挨拶あのいただいてもよろしいですか。はい、こんばんは。え、辻元です。またお邪魔します。え皆さん、多くの方がねあの、勉強されてるのですごく嬉しいです。エルサルルサバドでで試験があるのでねぜひ おお待ちしししててまますすので皆ささん頑張っくください <laughs>、はいよろ願ありがとうございますということで私とあと辻元さんですねあのエルサルバドルの大使館の辻元さんそして日本語の先生もいます、えー、ブレイクアウトルームで、えー、と皆さんとねあのその PDF の答えを確認していきますもう答え合わせはまだいいので皆さんが何番を選びましたかだけでいいです 間違ってるても大丈夫です。あの後で答えは、えー、と私が説明しますので。えー、とどこがわからない、どこが難しかったかっていうのをチェックしていってください。えー、と時間はそうですね9時25分ぐらいまでにしあ、ごめんなさい、6時25分ぐらいにしましょうかね。どうでしょうか。はい、7分ぐらいで終わるかなもうちょっと。何分、すみません、何時までですかえーと 25分ぐらいまで。<laughs> 25、うん、10分、差、はい、ですね。そうですねじ。じゃあ9時半までにしましょうか。あそうですね。うん、半の方がいい。9時半。あ、はい、作りました。じゃあ9時半まで、皆さん、えー、ぜひえっ、ー、と楽しく、えー、答え合わせをねしてください。はい。じゃあ今から作ります。はい。お願いします。はい